立つでない。今日はライトに伝えたいことがあって来たのだ。伝えたいことだと。そうだ、懐かしい研究を思い出してんな。大学時代貴様に握りつぶされたあの装置だ。もう忘れておるだろうがな。大学時代あの装置、まさか思い出したか。 数十年の時を経て、わしはあの装置を完成させた。ついにあの日の雪辱を果たす時が来たのだ。ライト博士、大丈夫ですかい？ちょうどいいところに生きのいい実験体がおるじゃないか。いやいや、誰が実験体だ。いかん、みんな逃げるのだ。急ぎや、ロボットたち、 こっちだ、ライト。いつの間に超加速か。ちくしょう、話しやがれ。みんなを話すんだ、ドクター・ワイリー。へへへへ、嫌なこった。ようやく世界中のわしの前に跪く時が来たのだ。いや、博士、ドクター・ワイリーを追います。 待つのだ、ロック。ワイリーが開発したのはダブルギアシステム。ロボットの持つ性能を飛躍的にアップさせる技術だ。あれを完成させたとなると、今のお前では太刀打ちできん。でも行くしかありません。ロック、止めても無駄なようだな。わかった。 これは大学時代にワイリーが作ったダブルギアシステムの試作機だ。これをお前に組み込めばワイリーとも戦えるかもしれん。だがお前の体に大きな負荷をかける危険性がある。僕なら平気です、博士。それを僕に組み込んでください。分かった。改造に少し時間がかかる。急がなくてはな。 ダブルギアシステム組み込み完了。ロックマン再起動。ロックマン頑張るだすよ。できる限りのお手伝いはさせてもらうだす。ロック、ドクターワイリーなんかパパッとやっつけちゃったよね。ロック、頼んだぞ。くれぐれも無茶はするなよ。博士、ロールちゃん、ライトット、 行ってきます。行くぞ。 Beep, 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 beep
どうしたんですか、博士。ダブルギアシステム。もう何十年も前の話だ。あの日の出来事が私とワイリーの文字通り歯車を狂わせたのかもしれない。当時大学生だった私たちはそれぞれのやり方でロボットが人間のパートナーとなり共存できる社会を作るため日々研究に情熱を注ぐ同志だった。つまり心を持つことで初めてロボットは人間の真のパートナーとなりうるのです。それはどうかな。たとえ心を持ったとてロボットは人間の道具に過ぎない。圧倒的なパワー、目にも止まらぬスピード、到底人の及ばぬ脅威の力を誇示してこそロボットは人々から慕われ認められる存在になる。それを実現するのが私が提案するダブルギアシステム。これを組み込めば全てのロボットがヒーローとなるのだ。しかし私はワイリーの研究に断固として反対した。ダブルギアシステムはロボットに大きな負担をかけてしまうだけでなく、悪用された場合人類の脅威になる可能性があったからだ。そしてあの日の会議でワイリーの研究は凍結され、私の研究が進められることとなった。それ以来だ、ワイリーの思想が過激さを増し始めたのは。皮肉なものだな。ワイリーの才能が暴走するのを恐れ必死で止めたことが逆に暴走を加速させることになってしまったのだ。そんなことがあったんですね。あの日ただ反対するだけでなくワイリーと共に歩む道を示すことができていれば。共に歩む道。ダブルギアシステムも正しく使えば人々を守る力になる。だが正しく使うには正しい心が必要なのだ。ワイリーが目指したあらゆるロボットをヒーローに変える夢の技術、お前なら正しく使いこなせるはずだ。頼んだぞロック。おっとそうだ、大事なことを忘れていた。ちょうどラッシュのメンテナンスが終わったところだ。ラッシュジェットを使えるようにしておいたぞ。ラッシュや、ラッシュ、引き続きロックを助けてやってくれ。頼んだぞ。わっ、よろしくねラッシュ。わっ、さあ行くぞ。よく戻って、ロック、このパーツを出来上がったガス、このパーツを出来上がったガス、このパーツを出来上がったガス。
全部乱れる。充電完了。行くぞ。充電。Thank you.
よくたどり着いたのだ。行ってきたぜ。
ワイリーの居場所について何か分かった？それが全然分からないです。どこかに逃げたんじゃないですかね。ん？どうした、ライトット？外部から不正なアクセスを受けているです。まさか。そんなまさかだ。わしは逃げも隠れもせんぞ。ワイリー、ライト、ゾニーロックマン、無断でわしのダブルギアシステムを使いよって、こうなったらわしがこの手でスクラップにしてやる。ポイント E168-5578、 やってくれない我が歯車城へ。歯車城、そこにワイリーが。ライト博士、行ってきます。うん、もはや何も言うまい。頼んだぞ、ロック。ワイリーの暴走を止めてくれ。はい。ロックマン、頑張るですよ。ロック、絶対負けちゃダメだよ。うん。
Kingdom!
圧見せてやるぜ。ド派手に弾けるぜ。待っておったぞ、よく来たな、ロックマン。いや、わしの作ったダブルギアシステムを褒めるべきか。姿を見せるんだ、ワイリー。お前の野望は僕が止める。止められるものなら止めてみるがいい。行くぞ、ロックマン。奥の手だ。見逃してくれ。この通りだ。頼む、ロックマン。そんなことしたって騙されないぞ。クソ、いい気になるなよ。今回はお前に負けたんじゃない。わしの作ったダブルギアシステムに負けたのだ。さすがわし、わし天才。やれやれ、全く懲りていない様子だな。で、ライト、何しに来た、この発明泥まめ。なあ、ワイリー、
お前の前に立つロックマンを見て何か感じないか。憎ったらしさ以外何も感じんわい。正しい心を持ち限界を超える力を操る。あの頃私たちがそれぞれ目指した理想の歯車が噛み合った姿、それが今のロックマンではないだろうか。今からでも遅くはない。罪を償ってもう一度私と共に。黙れ。わしの野望がついえることはない。わしのやり方で貴様とロックマンをひざまずかせるまではな。待て、ワイリー。忘れるな、わしは何度でも立ち上がる。さらばだ、ワイリー。やはり歯車は噛み合わぬままか。博士、城が崩れます。おお、ライトった。そっちはどうだった？オーケーだす。そんなことよりも早くここから脱出するだすよ。ライト博士、急ぎましょう。
この調子なら今日中にも8体のロボットたちの修理も終わりそうだな。ロックのダブルギアシステムをライトットに付け替えたんですか？うん、彼らの修理が終わったら取り外してやるがね。博士が歯車城に来たのはこのためだったんですね。ああ、重要な部品はほぼ回収できたから元通りになるだろう。働き盛りの彼らにはまだまだ活躍してもらわねばならんからな。よかったわね、ロック。うん、ほらほら、ライトット、もっと素早く動け。